アフォンソ・アウベス・マルチンス・ジュニオールは、ブラジル・ミナス・ジェライス州、ベロオリゾンテ出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。父親は、アフリカ系、母親は、ポルトガル系である。7歳上の兄アレクサンデル・アウベスは、クルゼーロなどでプレーした元サッカー選手である。フリーキックも得意である。10歳の時に出場したサッカー大会で活躍し、アトレチコ・ミネイロに入団した。 11歳の時に父親が心臓麻痺で急死し家計が苦しくなったため一層真剣に練習に励むようになった。アトレチコミネイロの U-13 チームではセンターバックだったが U-15 チームではボランチ U-17 チームでは左サイドハーフにコンバートされた。十六歳の時に u 十七ブラジル代表に招集されその三年後には U-20 ブラジル代表に招集されたが、U-17 世界選手権やワールドユースなどのビッグトーナメントには出場していない。17歳の時には交際していた女性との間に男児を授かったが、彼女とは発局したため、自身が子供を引き取って未婚の父となった。20歳でアトレチコミネイロとプロ契約したが、ほとんど出場機会は与えられず、 2002年1月にスウェーデンのエルグリーテイズにレンタル移籍した。なお、兄アレクサンデルもスウェーデンリーグでのプレー経験がある。エルグリーテイズでフォワードにコンバートされ、1年目から18試合13得点の大活躍を見せた。2003年シーズンも2桁得点し、同国の競合丸目 FF に引き抜かれた。2004年シーズンにリーグ優勝を果たし、 リーグ最優秀選手に輝いた。2004年、2005年と2年連続で得点王を獲得するなど4年間でリーグ通算52得点という記録を残した。ヘイレンフェーン時代のアウベス2006年シーズン途中、オランダの SC、ヘイレンフェーンへクラブ史上最高額となる450万ユーロで移籍。すると、1年目ながらハイペースで得点を重ね、 シーズン途中の怪我により31試合の出場に止まりながらも34得点を記録。得点王に輝き、ビッグクラブから大きな注目を集めた。母国ブラジルで彼の活躍が話題になることはなかったが、ドゥンガ監督率いるブラジル代表に初招集され、2007年6月1日、イングランドとの親善試合で代表デビュー。 コパアメリカ2007では3試合に途中出場した。9月12日、親善試合のメキシコ戦で代表初ゴールを挙げた。2007年10月7日、エールディビジ第7節、ヘラクレス・アルメロ戦で1試合7得点を記録した。また、チームも9から0で対象している。2008年1月31日、欧州の遺跡史上閉鎖直前に、 ミドルズブラ FC への移籍が決定した。契約期間は4年半。移籍金は明らかにされていないものの、ミドルズブラ史上最高額と報道されている。しかしながら、ミドルズブラでは移籍金に見合った活躍は見せておらず、DF のタックルで簡単に倒れることもしばしばあった。今後の課題はエゴが強いプレイスタイルを改善することである。2009年9月4日。 カタールのアルサットに3年契約約600万ユーロの移籍金で移籍2010年1月31日、アルラーヤン SC にレンタル移籍し、17試合で18ゴールを挙げた。5月に完全移籍を果たした。ありがとうございます。